当社はですね、国内にはですね6工場それから49の関係会社、海外には87のグローバルの関係会社を有し、自動車材から電子材料等のモビリティ事業、それからメガネレンズや紙おむつの原料となる不織布、それから歯科材等のヘルスケア、さらには農薬や包装材等のフード&パッキング、そしてエチレンからポリオレフィンまでのですね基盤素材事業と化学総合化学としていろんな製品をグローバルに提供させていただいている会社でございます。グローバルに展開するために必要なものとして技術がございます。国内の技術をしっかりと海外に展開できるような形にしなきゃいけない。それからもう一つはグローバルで戦っていく上にはですね、やはり生産性というのが大きな課題となってきます。労働生産性を高めるということの手段としていくつか目的として考えなきゃいけないのは、まず故障を起こしてはいけない、トラブルを少なくしなきゃいけない、さらには安定的に運転をしなきゃいけない、そしてかつ高品質でなきゃいけない、こういうふうな条件があって初めてグローバルで競争力のある製造業というふうに言えるわけですね。近年やはり AI っていうのは非常に話題になっています。ただしなかなか化学プラントあるいは装置産業というところでは展開が少ないんですけども、 AI の技術の進歩というのを考えるとですね、決して使えない技術じゃない。この中で特に NTT コミュニケーションズはディープラーニングという形で AI のいろんな取り組みを行われてきて、 NTT コミュニケーションズは製造業装置産業にもですね、なんとか展開できないかという熱意を持っておられました。この辺の熱意がですね、私は我々の熱意と一緒になればなんとかなるんじゃないかというような感覚を持ちました。今回のテーマはですね、ガス製造プラントの品質予測ということで、ディープラーニングで取り組んでいただきました。我々のそのプラントのデータ51項目をですね、何も処理せずにクレンジングをせずにご提供させていただきました。それで結果としてですね、非常にこう精度の高い20分先の品質予測を、誤差 3% 以内で、実現するという結果が出ました。非常に我々としては驚きでございました。エキスパートではない、専門家ではない NTT コミュニケーションズが、予測をできたということがですね、これからのやっぱりこういう AI の展開の可能性をですね示したというふうに思っています。化学プラントではですね、トラブルが少ないということも含めて自己学習、学習をどういうふうにして、知識に変えていくかというところはこれからも問題だと思っています。それからもう一つは、私自身化学プラントは無人化になるとは思っていません。 AI とともに IoT とともに、やはり人、この役割が必ずもっと重要な役割が出てくる。でその時には我々製造業だけではなくて NTT コミュニケーションズも一緒になって、人をどうやって役割を変えていくのか、育てていくのかということもですね、ぜひ一緒に取り組んでいただければなというふうに思っております。 NTT コミュニケーションズは知識技術だけでなく熱意をお持ちの会社だというふうに申し上げました。この熱意に私は非常に期待をしております。ぜひ新たな提案も含めてですね、一緒になって AI 技術をですね産業に生かしていくということができるというふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いをしたいというふうに思います。